どうも、自然史チャンネルです。元気にしますか皆様。今日はスターバックスのキャラメルフラペチーノオーツを飲んでみた。本日はですね、なんと妻の誕生日です。おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。妻の誕生日に2人で優雅にテラス席でスタバを飲もうかということでですね、やってまいりました。キャラメルフラペチーノオーツミルク。オーツミルクですね。オーツミルクっていうのは何ですか、ね、オーツミルクはあの麦。あ、麦なんだね。バクが牛が何、麦を食べてるの。いや、なんかわかんないけど、なんか麦麦だよ。あのソイとか豆乳とかオーツミルクとか、今スタバではね選べる、あの牛乳じゃなくて。あ、そうそう、牛乳じゃないんだ。そうそう、いろんなミルクを選べる、体にいいミルクだったりとか。ああ、そういうことなんだ。そうそうそう、 OK です。飲んでみますよ。こんな感じで。おお、どこがオーツミルクだ。この上がオーツミルクだ。これは違うんだ。いや、うん、それはホイップで多分あ、いた。あれ？いって。何が痛い？な、静電気。バチって言ったよ今。そう。何これ？静電気ある？静電気あったよ今。入ってきますか？直飲みで。ストローありますけど。入ってきます。どうですか？まあ多分上しか多分飲んでないから甘いと思いますけど。甘い。でもオーツミルクっぽい。本当？うん、ミルクっぽい。中のフラペチーノ部分はどうですか？シャリシャリしてます。あー、うまいね。ね、あの冷えてちょうどいい。うん、冷えてね、うんうん。オーツミルクとかそういうふうにいろいろ選べるんですね。そう、ちょっと体に良さそうで。なるほど。いいよね。皆さんもね、オーツミルクだったり、何ソイだったり、いろんなものを、デコレーションっていうの、なんていうの、カスタマイズ。カスタマイズ。カスタマイズして飲んでみてください。うん、美味しいですね。皆さんと一緒に、妻の誕生日を盛大に祝ってほしいので、コメントガンガン。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。アニョンハセヨ、ハッピーバースデー。そういう感じで、ね、よろしくお願いいたします。